西側コンコース、電鉄乗車改札口電鉄下車改札口公明、駅は大韓民国軽機道公明市日直道にある韓国鉄道公社の駅である。首都圏西南部地域に需要がある江東保駅に代わる駅として、もともとは KTX のターミナル駅として建設された。開業当初は公明市の郊外に位置するのにもかかわらず、 アクセスが悪く利用客が少なかったが、江東歩、巧妙館の巧妙シャトルの運行開始や、巧妙駅経由のバス路線の拡充などの施策により、アクセスが大幅に改善されて利用者が増加した。また、開業後には、駅周辺の再開発も行われた。KTX の全列車停車駅ではないものの、大多数の列車が停車し、京府高速線の停車駅の中では、ソウル駅、 富山駅、東手具駅、大田駅に次いで5番目に利用客が多い。なお、当駅は、京府高速線上にある駅で唯一、SRT が停車、経由しない駅である。2018年1月17日、当駅に、韓国都新空港、ソウル駅都新空港ターミナルに次ぐ、国内3つ目となる、光明駅都新空港ターミナルが開業し、インチョン国際空港を出発する。 国際線の搭乗手続きが可能となった。直行リムジンバスで、インチョン国際空港まで約45分で結び、現在の総理駅立山駅経由の場合と比べ、地方からインチョン国際空港への所要時間が40分程度の短縮が見込まれる。また、当駅に新安山線、京光線が接続する計画がある。1階はコンコース外、地下1階は改札外。 地下2階はホーム外構造の地下駅。コンコースは東側と西側の2つに分かれている。出入り口は東側に4カ所、西側に4カ所の計8カ所存在する。KTX 用のゲートは上下ホーム別で設置されており、上り、下りで2カ所ずつある。公妙シャトル用の改札口も上下ホーム別で設置されていて完全に分離されており、 下りホームに立ったら、改札を出る以外に移動手段はない。二面2線の相対式ホームが、島式ホーム二面四線及び通過線二線を挟む、形の合計四面八線を有する。両端のホームは、公妙車取り用の通勤型電車が入線できるように、高床ホームとなっている。2010年11月1日の京府高速線二期区間、開業時より、KTX の当駅始発、 終着列車が設定されていたが、2016年12月9日のダイヤ改正で廃止された。公妙シャトル用ホームには乗り場の番号は設定されていない。今後開発が予定され、住宅団地、産業団地が誘致される。ありがとうございます。